イグナイターは点火装置全般を示す名称である。火花な火内燃機関においては点火装置を構成する部品のうち、イグニッションコイルへの一次電圧をトランジスタによって制御する電気回路部品を指す。ポイント式のディストリビューターやマグネットにおけるコンタクトブレーカーの断絶機能をトランジスタを用いた電気回路に置き換えたものであり、 イグニッションコイルをはじめとするシステムの基本原理はポイント式と同じである。ポイント式で課題とされていた機械的な電気接点の摩耗や焦損を排除、あるいは軽減することができる。トランジスタのコレクタ電流をイグニッションコイルの一次電流とし、トランジスタにベース電流を流すことで一次電圧がかかるが、ベース電流をの断節をホール素子などを利用した機構で行い、 機械的な電気接点を排したものをフルトランジスタ式、ベース電流を機械的な電気接点で断接するものをセミトランジスタ式という。セミトランジスタ式ではコンタクトブレーカーと同様に接点同士が接触を繰り返すため摩耗は発生しーるが接点を通過する電流が小さいため焦損は少なくなる。自動車ではポイント式ディストリビューターから イグナイター式へと変遷した後、ディストリビューターとプラグコードを必要としない、ダイレクトイグニッションへの移行が進んでいった。オートバイでは、ポイント式マグネトからイグナイター式へと変遷し、キャパシターディスチャージドイグニッションへの移行が進んでいった。オートバイの場合、厳密にはトランジスタ式点火として CDI とは区別されていて、CDI では、 イグニッションコイルの一次電圧をコンデンサーの蓄電圧で発生させる点が異なる。HID ランプの発光管内部へ放電を開始するきっかけを与える装置をイグナイターと呼ぶ。HID ランプでは水銀蒸気やメタルハライド蒸気の中へ熱電子を放出するがエミッターが低温の状態では放電が起こりにくいため、 高電圧をかけて初期の放電を発生させるのがイグナイターである。電圧安定器が組み込まれたものもある。ガスコンロや石油ストーブなどの着火装置としてイグナイターが使われることがある。カセットコンロはほとんど圧電素子だが電池を入れて使うタイプの機器にはイグナイターが使われている。ありがとうございます。